こんにちは、デゾー TV へようこそ。デゾーでございます。さて今回は僕のロードバイク2台あるうちの1台ドグマ F10 の紹介となります。はい、ではこちらがね僕のドグマ F10 となるんですけども、これ僕が初めて購入したロードバイクでございます。もともと去年の3月の末頃に弱虫ペダルというアニメの影響でロードバイクを購入したんですけども、昔ねママチャリとか乗ってたんですけども、そんな楽しいなんて思ったこともなかったんですけど、この自転車乗ったらものすごく楽しいんですよ。むちゃくちゃ面白いんですよ。だからもっと早く出会ってればよかったなっていうのが悔いですね。もっと若い頃に出会ってもっと自転車でね遊ぶことができたら、もっと楽しい自転車ライフを送ってんじゃないかなと。けどまだまだこれからね、僕もロードバイク人生っていうのをこんな面白いスポーツなかなかないと思いますので、今後時間をかけてゆっくりと、まあ、自分なりにですけども楽しんでいこうと思っております。はい、では、自転車の方ですね、早速見ていきましょう。はい、ではこちらが僕のドグマ F10 となっております。ハンドルに関してはモストのハンドルがついておりまして、でね、ステム一体式のハンドルとなってます。このハンドルなんですけど、なかなか振動吸収が良くていいです。気に入ってます。これはちょうどいい感覚の振動吸収性の良さで、うん、これはね本当によく考えられてるなって思います。はい、サイコンに関してはガーミンの820を使ってまして、でこちら STI レバー、 STI レバーに関してはドゥライスの 9150DI2 がついてます。ここにボタンがついてるんですけども、このボタンを押すことでガーミンの表示の切り替えに使ってます。ここのボタンでガーミンの操作ができるもんですから、これはねいいかなと思ってます。はい、では続きましてサドルになります。サドルに関してはフィジークというメーカーのアリアンテっていうのを使ってます。で、ね、これもあのフィッティングで出たデータでこのサイズにして使ってます。はい、このシートなんですけど、ここがカーボンなんですね。このシートを買う前まではファブリックっていうメーカーのを使ってて、今回そのターマックが納車された後にこいつのシートを変えたんですね。ターマックを乗ってからドグマ F10 っていう自転車が相当カチカチっていうのに気づいたものですから、ちょっとでも振動吸収を良くしたいという個人的な意見でこの部分のカーボンのやつを選びました。でこの DI2 のジャンクションもここに収まるようになっております。充電もね、ここの蓋パコンと開けてここに充電器をさせて充電をするような形でございます。はい、はい、続きましてはボトルゲージになります。でこのボトルゲージなんですけども、ドグマ F10 のデザインに合わせて選んだんですけども、なかなか使いづらいですね。このボトルを使ってるんですけど、これをですねここに入れる、で入れるのはいつもスッと入るんですけど、抜く時がすごく硬いんですね。すごい抜きにくいもんですから、もしかしたらこいつは買えるかもしれないです。実用性がねちょっと使いにくいっていうところがありますので、ただねデザインとしてはすごい気に入ってるボトルゲージになってます。はい、では続いてまいります。はい、では続きましてフロントディレイラーです。こちらはデュラエスの 9150DI2 がついております。はい、でその下にあるクランクもデュラエースの9100番のものがついてます。ペダルもデュラエースの9100のものがついてます。これはね妻と一緒です。であの BB もデュラエースなんですけど、 BB と、このペダルとチェーンに関してはもう妻とね合わせてデュラエースのものを使ってます。この最初から SPDSL にしたんですけども、これの理由としては最初 SPDSL のペダルをつけるか普通のペダルにするか悩んだんですね。ただもし普通のペダルで慣れると、要は自転車が止まりきってからペダルをから足を下ろすじゃないですか。その癖がついちゃうと、もし将来的に SPDSL に変えた時に止まった時に足が外れなくて立ち焦げするじゃないかっていうのを不安に思ったんですね。なので最初から SPDSL にしちゃえばもう外す癖っていうのを最初につけちゃうもんですから、立ち焦げがしないんじゃないかというふうに思って最初から SPDSL にしたんですけど、これは正解でした。未だに立ち焦げが一度もないので、最初から SPDSL にして良かったなというところはある。ただフィッティングを受けないんであればお勧めしないです。フィッティング受けずに乗ってた頃は膝がすごく痛かったんで、フィッティング受けてから膝の調子も良くなったもんですから、フィッティングを
受けないのに最初からこれをするっていうのはあんまりおすすめはしないです、個人的には、はい、でもフィッティングって言っても3万5000とか4万ぐらいしますからね、それなりの値段はしますけどね、簡単にフィッティングというのは。では続きましてスプロケです。スプロケは 1128T のドライエースのスプロケが付いております。で最初どれにしますかって聞かれた時に、無知なものですから何があるのかも分かんないし何がいいのかも分かんないで一般的なのをつけといてくださいっていうね話をしたところ、まあ1128を選んでくれたというような形になります。はい、では次に行きましょう。はい、では続いてはリアディレイラーです。リアディレイラーに関しましてはドライエースの 9150DI2 が付いております。でこれね、電動にしてよかったなっていうのがありまして、いまだに挑戦に出したことがないです。購入して1ヶ月点検には持ってったんですけども、それ以外ですねずっとノントラブルですね。ワイヤーだとね、多分ワイヤーの調整とかいろいろしたりするところがあると思うんですけど、整備ができない人間にとってはやっぱり DI2 っていうのは強い味方かなと思います。これは DI2 にしてよかったなと思います。はい、ブレーキに関してもドゥライエースの9100番のものが付いております。フロントもドゥライエースの9100番のものが付いております。はい、ではホイールに関してはボーラ版の C50 が付いております。これはね完全見た目重視です。初めて買った自転車でたまたまそこにあってかっこいいと思って買ったホイールです。はい、ということで僕のドグマ F10 の紹介をさせていただいたんですけども、初めて買った自転車がこの自転車で本当に良かったと僕は思ってます。その理由といたしましては、実はねこの自転車購入した際にこの自転車で通勤しようと思ってて、そしたらもったいないと、絶対盗まれると、なんかすごい言われて、僕自転車のこと何も分かんないもんですから盗まれるなんて発想がないんですね。なので、え、何言ってんだろうこの人たちって思って調べてみたんですよ、自転車の盗難っていうの。そしたら自転車の盗難っていうのがすごい率でびっくりしたんですね。ドグマ F10 を通勤車にするのはやめて、キャド12っていう自転車を買ったんですね。キャノンデールの通勤車としてそれを選んだんですけども、ドグマ F10 の納車よりキャド12の納車の方が圧倒的に早かったもんですから、そのキャド12で最初ずっと乗ってたんですけども、このドグマ F10 が届いてからなんじゃこりゃっていうそう、そんでこの自転車の凄さっていうのを、まあキャド12を乗ってたから実思い知ったんですよね。で、あれ半年後だったよね、盗まれたの。そうだよね、半年ぐらいだ。そうだよね。で、そのキャド12に関しては実は半年後ぐらいに盗まれちゃいまして、でその盗まれた時の状況というのがぶつかってスポークがへし折れちゃって、で動けない状態になっちゃったもんですから、自転車パーキングに止めてたら盗まれちゃったっていう話なんですけど、まあまあね、そういった形で本当に一発目こいつでよかったなっていうお話でございました。はい、はい、ということでね、本日は以上となります。またね、皆さんのいいねボタン、またチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それじゃあ、バイ。